皆さんご機嫌いかがですか？川中美幸です。もうすぐ母の日ですね。なんだかいろんなことがありすぎて、なんか母の日もなんとなく忘れがちですけれども、日本全国のお母さん、日々本当にご苦労様でございます。私の母はね、早いものでもう4年ですか。母が亡くなってもう間もなく4年になろうとしてるのかな、3年かな。もうなんかまだずっとそばにいるような感じがして、いるんですけれども、そうですね、うちの母もうまだね、こんなこと言ったらなんですけど、納骨しないまんま私のそばに置いてるんです。だからこうコロナ禍の中で自分が気持ちが落ち込んだりすることがあるでしょ。でそんな時はね、必ず母の遺骨に手を当ててね、お母ちゃん早く見守って、そして収束させてとかお願いしたりね。で苦しい時、辛い時は母に語りかけたりなんかしてるんですけども、まあ本当に親孝行したい時に親はなしってよく言いますけど、まあいろんな方からね、みゆきちゃん本当に親孝行したよって言われるんですけど、まだまだ今思えばあんなこともしてあげたいな、こんなこともしてあげたいなっていうことがたくさん出てくるんです。ちょうど母が三回忌を迎えた時に、何か形に残せないかなと思って、お母ちゃんへというアルバムを出しました。母をテーマにした歌っていうのは、私の、まあ、女の一生、汗の花とか母日和とかあるんですけど、もう世の中この歌謡界には母をテーマにした名曲がたくさんあることに気がついて、で三回忌にお母ちゃんへってね、少しさよならってサブタイトルがついてるんですが、そのアルバムを出しました。で今日はですね、その中から、少しさよなら、これはあの私から母のことを思って歌うんじゃなく、母がもし天国から見てたらどんな気持ちで見てくれてるのかなっていう、母が私に語りかけてくれてる、そんな歌なんです。皆さんもちょっと寂しくなったりなんかしたら、この歌をねぜひ聴いてみていただきたいなと思います。ぜひご覧ください。川中美幸でした。